こんにちは、チャッピーです。こんにちは。今日は水曜日、チャッピーの日です。いやしゃ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 頭は触られたくないチャッピーなんですけどもね、今日はなんかやたらテンションが高くて、ちょっと逆に僕がですね、ちょっとなんか眠い感じ、ちょっと体が重いんで、今日はチャッピーに引っ張ってもらおうかなと思いますので、よろしくお願いします。今日はちょっと今井君が元気がないので、僕は頑張りたいと思います。はい。それでちょっと最近声が出てない。出てない。頑張るとか言って全然声出してくれない。最近ちょっと自信がやっぱりなくて、いろいろ考えてたんですけど、もうとにかくいろんな方の意見とか話を聞いてるうちに、もうどん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 その自分をもういかに自分と向き合って、人のことをもう気にせず自分でいいと思ってそれをやり続けて、自分を信じてやっていけば、全ての物事をいい方向に、何事にもおいても考えていくと、何かこうちょっと腹立つこともそれを大丈夫、いいやと思って、全部自分にいいやいいやと思って聞かすことで、ものすごく物事がいい方向に進むことを感じてきました。そしてだん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 そうやって考えて、いい方向に自分と向き合っていくと、自分のそのまあその考えとか脳みそがなんか戻ってきたよ。戻ってきた。だいぶこう意識とかも、考えもだいぶ軸がぶれなくなってきたと思います。だから普段からあれだよね、気にしすぎやん。もともとそういういろんなことな、自分のこと以外、結構気になるタイプ。だからそれがしんどいよね。もうあまり考えんようにして、もう今下にどう言われようか、もう僕はこれでやっていこうと思ったら、恥ずかしいことに。恥ずかしい。どんどん。恥ずかしいとか。脱いだらあかん。いや、これ言ったら変やなとか。まあ、例えば僕のことを変に思う人もいると思うんですけど、もうそういうこともいちいち気にしないでやっていこうかなと。まあ、僕はこういう人間だっていうことをただ分かってもらえばいいと思うので、もう皆さんから変わり者って言われてるのはもう承知してるので。これからもどうぞよろしくお願いします。じゃあやっていこう。やっていこうか。じゃあ。今日は何や。はい、で今日は実は昨日たまたまちょっと、知り合いの YouTube を見たんですけども、ちょっとそこで、マッケンローのことを伝えて。マッケンロー。はい。こうや。で、僕はちょっと昨日たまたまそのテニスをした後にその YouTube をたまたま見たときに、テニスをした時にちょっと僕も同じそのたまたま昨日発見したんですけども。ちょっと最近そのやっぱりいろいろやってて、やっぱだん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 と体の使い方が分かってきたんですけど、でちょっとこうまあいろいろ自分でこういうジャンプとかねやってみたりとかして、でこの前はラダーやったんですけども、今度はこうジャンプしてこうやると、体調悪い時でももうしんどいけども頑張って上げる、なる高く上げてやれば、もうこう脳がスーッとこう血流が良くなって、すごくこう体がやっぱ重たい時っていうのはなんかもう脳みそが詰まってるというか、目がぼーっとするとかあると思うんですが、頭がプラプラしたりとか、でそれでどれたりすると思うんで、で僕はこうやって自分でやって、でここに追い込んで足に振った、とにかく足に振った、で重心パーポジションにかけてやれば、だんだんこう体が入る感覚を覚えてきます。そしてもう一つ、その最後のマッケンローなんですけども、その僕もちっちゃい頃マッケンローを、体の使い方がマッケンローを見た時に楽打ちやすそうだなと思って、僕らの時代はウッドから始まったんですけども、今のこのラケットではとても、ウッドのラケットでこういうふうに打とうとしても打てないんです。でこういうふうにラケットのボールの下あるいは横をこう捉えて体で打たないとボール飛んでいかなかったんです。でこれを僕もいいなと思って、その特にフォアもいいんですけど、バックなんですよ。バックの時にこの軸で打ちますよね。で普通はこう入るんですけども、こう逆に言うとこういうイメージで打ちます。でボレーでも、ボレーでもこういうイメージですね。こう普通は今はこうだと思うんですけど、どっちかこういうイメージですね。 これでこうすることによって軸がまっすぐになったままボールが飛ばすことです。じゃあ軸で打ってるってことですね。体の片手バックもそうなんです。ここで結局ここでこういうふうに力が入ったりすると、どうしてもここは使いにくい、要はまあ腰を使うってことです。腰を使えば自然と体がこう入っていきますよね。でそれもいつも練習するときもそうなんですけど、こうやってボールが来たらだんだん寄ってくるんだ。これはちょっと出な
こういうふうにボールに対して体をこうやっぱりまっすぐして全部ここでぶつけていくようなイメージを打てばこういう感じか。ラケットとこういうふうにラケットで打つような感覚を持つとここでこういうふうに打てしまうので、なるべく何も持ってないかっていうのをボールに対してこういうふうに入っていくようにすれば自然と要はここを使っていけばボールが綺麗に当てはめていくよっていうことを、あとは目線と距離感をちゃんと少しから合わせていきます。そういったボールが来たら全部体で打つように、まあでも足、それから肩、うん、で最後、まあ、体全体みたいな感じの順番から、うん、まず足からね、足からボールのとこ行って、うん、ボールに対して体が入っていくような感じで入っていった時にそこが大事なんですよ。これで ここの時になるべくここでボール体を押し上げるようなイメージやれば開かないと思うんですよね。例えばフォアでもここが動いてしまうとこうなったりするんで、要は上げることで体を上げる上げるっていうんですよ、まあ、腰を使うっていうんです。そうすると高いボールこの状態で打つと軸が作れますんで、低いボールなんかもここでこうやると逆に絶対こうなってしまいます、苦しい。それを無理やりこう上げる、でこの動作で、あとはこの動作のまま上げたままこの状態で前に行くとボレーもそこでつながります。ですからバスのスライスのアプローチにそのままその状態で上げたこと一回ワンクッション向いてその、これ状態で入るとやっぱり取れると思います。僕はこの状態のまま入るからそこに体がつきバランスを保ったままだからチャッピーのラリーちょっとこう、まあ、まあこういう極端に言えば手打ちみたいやけど体で入って打ってるような感じになる。こういう感じだから一番いいのはやっぱこう楽にしてる時にここに当てはめる感覚は分かればいいと思います。でもそれはいや、まあ、いろんな打ち方マネージとかやってたからやっぱりこうやっていろいろここじゃなしどうしてもこの辺がなんかおかしくなっていくつになってしまう。それにちょっと気づいてもう一度欲しいんですよ。持った時に体がこう自信を持っていってるっていうイメージを持っていけばボールがバーンと胸を張るイメージ。もちろん胸を張ってもなおかつボールをここで引っ張ったくようなイメージでここでそうしないとどうしてもここだけで初めて入ってからこうイメージ入ってから胸で肩あとは開きを抑えるだけでボールは綺麗にいくと思います、まあ、これもカッチャもいい例でね、カッチャも全部そうやな、あんまり動いてないとにかくやっぱりこれがやっぱ大事だ無駄がない、はい、ちょっとじゃ あの YouTube で一回マッケンローの映像を見てもらった方がいい、だからそれ見てもらって、まあ、そのチャッピーが言ってる何かが当てはまる皆さんも、まあ、基本通りいくと 1,2,3 みたいな感じですけど、まあ、そうじゃないテニスもありますと。当て方をしっかりここでまずは当てるってこと、こうじゃなくて、このイメージで打つとその流れでボールが打てると思います。だからちょっと今日またジュニア来るんで、はい、まあ、その時にマッケンローテニスでちょっとですね、はい、ヒッティングしてもらってちょっと様子を見てみましょう。はい、ではでラケットのちょっとここを見るようにこういうふうに合わせていくあThank you.
我慢して